こんにちは、緑川です。今日はですね、こちらの糸を使ってポーチを編んでいこうと思います。でポーチの、最終的な形を四角っぽいのかプラス巾着にするかちょっとまでね悩んでいるんですけれども、とりあえず下の方からね編んでいこうと思います。使う糸はこちらの、キャンドゥさんのシルクインマーブル、この色ねすごい好きで、トリコロールっぽくて、はい、今日初めて使うのですごい楽しみです。カラーナンバーは5ですね。シルクが入っている糸になります。こちらキャンドゥさんの、購入品紹介で紹介しています。動画のリンク、下の概要欄に貼っておきます。興味ある方はご覧ください。こちらね、かぎ針3号から5号になっています。それからこちらはダイソーさんの、コットンヤーンですね。コットン100で、こちらも、別の動画だちょっと覚えてないんですけど、はい、紹介した動画がありますのでリンクを貼っておきます。じゃあ糸の準備します。最初にこちらの、コットンヤーンで、こちら何色っていうのかな、私の中だとラベンダー色に近い色になっていますけれども、こちらでまずですねベースを作ろうと思います。で、こういう楕円っぽい感じで、はい、行こうと思います。ではね、鎖編みの作り目をやっていきます。で、かぎ針は今日4号を使おうと思います。で、ちょっと希望の長さになるまで編んでこようと思います。はい、鎖編みを44目編んできました。で、ここから長編みをやっていきます。長編み、鎖編み3目やりますね。そしたら上から4つ目の鎖編みの上半目と裏山を取って、こうですね、長編みを編み入れます。そして今日はこの今やった鎖編み3目の立ち上がりを目数に入れないで無視したいと思います。で、同じ穴にですね、同じところに長編みを合計3個入れておきます。一番最初の鎖のところに、ね、長編みを3目編み入れました。そうしたら長編みの1目目の頭にマーカーをつけておきます。これが長編みの頭ですね。鎖3目は今日は編んだけど無視します。目数に入れないということですね。そしてあと43個分、長編みをずっと左の方までやっていきます。はい、最後の目まで長編みを編んできました。そしてここの最後の目は合計6個にしたいので、あと5つ長編みをねやっていこうと思います。これで2で34566目編んだらそこは終わって、隣の目に移ってまた長編みをやって、そしてこの後は尻尾さんを包みながらずっとまた左端まで長編みを編んでいきます。ここね、編み始め側のところまで来て、あとね、1つになったので尻尾さんはここは外して、この最後のところに長編みを、3目編み入れます。そうすると合計6個に、ね、なります。はい、でここでマーカーを外して、そうだ、ちょっと待ってください。糸を変えるの忘れてましたね。ここで、この最後の長編みの最後のところ、ここで新しい糸をね入れます。こちらね、
私これ初めて使うんですごい楽しみなんですよね、はい、で最後のところに引き抜いた後マーカー入れていたところに引き抜きます。そしていろいろ緩んだところを引っ張って引き締めます。こうですね、はい、これで新しい糸に、はい、変わったところです。では、2段目に行きます。鎖1で立ち上がって根元に細編みを1つやります。細編みの頭にマーカーを入れておきます。そして次は鎖1、そして下3つ開けた4つ目に長編みをします。そして鎖1、また長編みを同じところにやります。鎖1、長編み、こうですね、こういう模様になります、ね、もう一回いきます。鎖1やって長編みを 1,2,3,4 番目に編みますね。鎖1、長編み、鎖1、長編み、鎖1 1 2 3、 4つ目に細編み。鎖1 1 2 3、 4番目に長編み。鎖1、長編み、鎖1、長編み、鎖1 1 2 3、 4番目に細編み。こんな感じで一周していきます。一列やってきました。かわいいんですね。そして、鎖の目で終わって今度引き抜くところなんですけれども、鎖の目だから糸チェンジできないので、ここでね今から、細編みの1目目ですね、ここに引き抜くんですけども、この時に糸チェンジをしてみようかなと思います。よいしょ、よいしょ、こんな感じですね、はい。そしてここで鎖1で立ち上がって、表裏どっちにしようかなって悩ましいんですよね。あの表でいければいいんだけど、遮光しないかがちょっと心配なんですよね。遮光したくないなと思ってて、表裏で行った方がいいのかもしれないなっていう気持ちがしているんですけれども、あれ、このまま行った方が分かりやすそうです。このまま行ってみようと思います。根元の目ですね、前段のここの細編みだったところにまた細編み1やって、マーカーを細編みの頭につけておきます。そして鎖編みを7つ編みます。7つ編んだらまた細編みだったところに編むんですね。編んでみようと思うんですよね。どうかな、ちょこっと心配ですけど、はい、もしくはここに細編み位置してもらう、ちょっとね、
と変えようと思います。なんか考えてたけど、ちょっとぼわっとするなと思ったので、鎖3目やったら真ん中の長編みに細編みを編んで、また鎖3にして、で細編みに細編み、1,2,3 やって、長編みの真ん中に細編み、それで一周行ってみようかなと思います。ちょっとね、途中変えました。本当は鎖7で行こうかと思ったんですけど、糸がね、私の想像よりかなりこう柔らかいんですよね。針がないので、この真ん中のね、長編みのところにも細編みでちょっと糸を固定して編んでみようと思います。社長さんが、こんな感じでこの段やっていきます。鎖3目で終わって、ここに引き抜くところで、またここですね、引き抜くときに、色チェンジをしようと思います。で締めておいて、で鎖1で立ち上がって、また細編みですね。そして、細編みの1目めにマーカーをつけておきます。はい、そしてピンクの方でね、編んで、段染めの方で編んでいきます。で鎖1で立ち上がって、そして今度ですね、こんな風にしたいんですね。ここ同じ糸のところの頭、はい、ここを使う。そして1やって、ここの細編みはもうずっと細編みですね。はい、こんな風にしようと思ってたんですね。鎖1やって、の長編みの頭の方に長編みを編みつけます。鎖1やって、この細編みにはずっと細編みですね。鎖1やって、の長編みの方の頭に鎖1忘れましたね。鎖1やってから、長編みの頭の方に長編みをね、編んでいってます。こうなんか包み込む感じですね。こんな感じで編めた。こう前段の紫がちょっと隠れるような、はい、模様になって、ちょっとね、思ったようになってきたので嬉しいですね。ね、あ、間違えました。ここは細編みですね。こんな感じで一列また編んでこようと思います。こんな感じです。ここがね、あの長編みの頭に長編みをやっています、ね、ここの水色の薄紫の方ですね、薄紫のこっちの糸ね、こっちの糸のここの細編みの頭じゃなくて、その下にあるここですね、
長編みの頭、ここに長編み鎖編みとやっています。鎖やって、細編みの上には細編み。そしてここの長編みの足の中に前の段のこの糸の鎖編みが隠れるような模様になって、はい、これがね、こう広くなってくるとね、もっとよく柄がわかるかなと思います。じゃあこれでやっていきます。はい、この段が終わりになって、今鎖1やったところで引き抜きていきますので、またここでかぎ針を刺したら、こちらの糸ですね。こちらの糸で引き抜いておきます。で、緩んだところをね、締めておきますね。そして鎖1で立ち上がって、ここはいつも細編みなので、細編みをやってマーカーを入れておきます。はい。で、こんな感じですね。可愛くなってきたかなと思います。で、次は前の段と一緒になりますので、鎖3編んで、真ん中の長編みの頭に細編み、鎖3編んで、細編みの頭に細編みという感じで。ここからは繰り返しになっていきます。ちょっとね、どんな形のポーチにするか、イメージを考えながら段を進めていこうと思います。今ですね、1,2,3,4 模様編み2段で1つと考えて、8段かな、8段編んだところですね。糸が細いからね、思いのほか時間がかかっていますね。はい、なんかね、編んでも編んでも進まない感じです。でもね、すごくね、可愛くできてきてますね。中もね、可愛いですね。はい、で、どんなポーチにしようかね、だいたいこう頭の中では決めてきたんですけど、ちょっと動画が長くなってきたので、続きは明日にさせていただこうと思っています。今日もご視聴くださりどうもありがとうございます。このポーチ作ってみようかなと思ってくださった方は、チャンネル登録といいねボタンをどうぞよろしくお願いいたします。それではまた明日の動画でお会いしたいと思います。緑川でした。